ミスター DDT 原島です。今度は原島の番。このね、原島の蹴りはトップクラスの選手も悶絶する一発。なんと小沢さん、デビュー戦で原島と蹴り合いですよ。原島が胸を出してますよね。倒れませんよ、正田は倒れません。おお、ペイントからのとてもデビュー戦とも思えない、サイドキックを打ち込んでいきました。そしてお三角蹴り、これも原島の頭部を的確に捉えた。ブレイン、いや、ファルコマロリング中央、これは確実に原島にダメージを与え、そして今原島を慌てさせています。しかも上目があるんでね、非常に見栄えのある大きな技ですよね。腰は痛む、全身がきしむ、だが闘志は衰えていない正田です。なんと後楽園ホールデビュー戦で正田コール、ま、持ち上げるがこれを許さない。原島が持ち替えて同じようにファルコンガロー、返せるか、終わるか、返した。そうですよ、考えてみたらファルコンアローは原島の得意技でもあります。パスマティエルのような、さらにすごい変幻自在の足技、これが少林寺拳法の正田たけしの大きな武器か。水面蹴り、膝のサイドに蹴りをもらった。そうか、なんという原島からのプレゼント。いや、でもデビュー戦から走馬灯を食らうなんて、これはすごいプレゼントですよ、はい、なんだ、まさか大石が行くのか。おさあ、大石の手ブラだ。いや、腰の怪我をしてからね、なかなか飛び技というのは現実的になっていたんですが、気合入ってますね、はい、大石の攻め技からもう一度再トライするぞ。サボテンの原、さあ大石あたりがゴー、ギリ、お互い一歩も譲らぬ一進一退の攻防。さあ、どっちがタッグとして今日この日上回っているのか、大石朝日か、春茂か。あっ、扇風機もらったのは大石、あうん、勝又のスワンダイブアウトがタイガードロップ、ハイキック、顔面を捉えたプラスチック、バズソーチック、返した勝又、すごい、わからない、だが今はチャンピオンチーム春茂がリング上に大石を孤立させた。意地がありました、勝又があの時憧れ、そしてこうなりたいと夢見た大石誠が今ここにいる。オーケー、ゴーフィニッシュ。さあ、これも大石誠の決め台詞、喉を掴んだミラクル、テクスタシー、大石の技だ。
トはこのロープを使って足山シェフに勝とうとしています。さあこの小皿さん一歩増えたことによって、そうですね、これどうなるんですか、はい、まあより行動が制限されることは間違いありません。多分秋田は何かを考えて増やしたわけですよね。あ、縛りつける、昔のアンドレザジャイアント状態ですね。そうですね、これも認められます。そうですね、これも認められますよね。確かに昔ね、よくあのアンドレザジャイアントさんはね、はい、これで身動き取れてくれてましたよね。そうですね、ここで猪木さんの反撃食らってましたからね、はい、ナックルパート雨あられもらっていましたよ、はい、足を、ああ、さあたっぷりと痛めせて、今度はロープを使っての足を仕事ロープが挟んでるんですね、はい、ロープをね。そしてこのロープを掴んでもロープブレイクにはなりません。でこれ転がってエスケープをするにしてもロープが邪魔していけないんじゃないですかね。ビーボー、お前やったろお前、ビーボー、ビーボーを迫るチャレンジャーと、あ、だから、お、命綱だ、ま、環境利用です。環境利用しました。痛い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 、ほら、なるほど、武器にもなるしディフェンスにも使えると。これ大橋選手、その場その場のそのなんで3本あんだ、あら、知らないよ、初めからあったよ、嘘つけよ。大橋さん仕事が減りました、はい、悪が怒られてますね。怒られてました、はい、さあ今度は、今度はここでエクスプロイダーを狙いますが、今ビヨーンってバビンバビンってなった。そうですね、急所、急所打ちになってますね。オンパッチンの要素もあるわけです。なるほど、そして足にベスキのエビ固め、